さよなら。さよならじゃないだろ。目が覚めたらまた会えるって。そしたら今度は嘘じゃなくて、ちゃんと本当の友達になれる。約束しよう、ナミネ。二つの旅が終わった。一つは闇の侵食を止める旅、一つは離れ離れになった心を戻す旅。正直どちらも大変な旅だったが、私にできたことといえば旅の記録係、そして旅の終わりに残った二冊の旅の記録。しかし一冊目に残されたのはたった一行。いや、この一行を残すために一冊目はその役目を果たしたのかもしれない。それにしてもナミネとは一体誰のこと。覚えのない文章。はい、私は書いていませんし、メモは肌身離さず持ち歩いていました。いつ誰がどうやって書いたのやら。痛みを癒しに戻る。もしかしたら誰かが僕たちに助けを求めているのかも。詳しく調べてみよう。しかしどうやって。メモの他のページは白紙で、文字が消えていてもメモ自体に記録が残っているかもしれない。ラジオ始まるよ。そう、王様準備できました。王様準備できました。
何か方法はないのかい？おかしくなっているワールドのデータを直せば何かわかるんじゃないかな。それならデータの中の誰かにメモの中を冒険して直してもらうってのはどうでしょう。地味にメモのデータの中を冒険。この謎を解明できるのは一人だけだ。のある空とは別の空なの？これまで君たちと冒険した記録の中の空だから、僕たちの知ってる空ではあるけど本人ではないんだ。これで空がおかしなワールドのデータを直してくれるね。何があったんだい？何があったんだろう。僕たち隣の部屋のシステムを確認してきます。どうやら収まったみたいですな。そういえば王様、どうしてこんなことをしているんですか？ジミニーメモに誰が書いたかわからない謎の言葉があってね、その謎を解明するためにメモの記録を詳しく調べる必要があるんだ。謎の言葉？うん、彼らの痛みを。あれは、どうしたんだい？わあ、もしかしてあれ？あの場所に人なんていたっけ？こんな人物、私はメモに書いた覚えは。お前、誰だ？さっきのやつはいないみたいだな。あ、危ない！アークレスだ！君の力を使うんだ！俺の力？これは？君が手に入れた力、それは戦う力だから、君は戦わなくちゃならない。力を狙う者たちだ。この扉を開けてみよう。Eブレードを差し出して。
ここは俺たちの島だ。ほら、またこの声、誰？大丈夫かい？ほら、それに俺の名前、俺のことを知ってるのか？僕はミッキー。この世界の君とは会ったことはないけれど、僕は君のことを知っているし、空も僕のことは知っているよ。僕と空は友達なんだ。俺とは会ったことないけど、俺はミッキーのことを知っていて、俺とミッキーは友達？よくわからないな。僕は君と違う世界にいるからね。ちょっとわかりにくいかもしれない。僕はどちらの世界にも行けない。だから君が僕たちの代わりに謎を解明してほしいんだ。謎を解明？その世界のどこかにある答えを見つけてほしい。君にしかできないことなんだ。俺にしか？よくわからないけど、この世界を冒険してみればいいってことか？そういうこと。わからないことがあったらいつでも声をかけて。わかった。まずは異変を探してみよう。探すも何も、異変ってこれだろ。島ではこんなブロック見たことないぞ。そのブロックについて調べてみてよ。わかった、みんなに聞いてみる。空、覚えておいて。僕は君と離れているけど、君を手伝うことはできる。僕は君といつも一緒だ。君は浜辺にいたふるさとの友達から島中に増え続ける不気味なブロックと怪しい黒コートの人物の情報を得て、その人物が消えたという秘密の場所へと向かったんだ。黒コートのやつはいないみたいだな。この扉の向こうにいるのかな。なんだ？この声、誰だ？ミッキーなのか？眩しかった。何が起きたのかな。大変だ。みんな地味にメモを見てくれ。メモに新しい言葉が書き足されている。この世界は傷ついている。傷を癒せば道は開ける。どういうこと？世界が傷ついている。この世界というのは、はて…ねえ、モニターを見て。あれは、今の声、何だったんだ？この世界は繋がった。お前はと繋がった世界。え？この世界は傷ついている。傷を癒せば道は開ける。傷ついているってどういうことだ？あの変なブロックと関係あるのか？傷を癒したくば鍵穴の向こうに行け。鍵穴の向こう？
おい、待てよ。あれ、何かあるぞ。ソラ、聞こえるかい？ミッキー、変なものがあるんだ。黒コートのやつが残していったみたいなんだけど、鍵穴の枠みたいな形をしてる。他に気づいたことはあるかい？そういえば、黒コートのやつが鍵穴の向こうに行けって言ってたな。それってこれのことか？鍵穴の向こうか。ソラ、キーブレードを使ってみよう。もしかしたら何か起こるかもしれない。わかった、やってみる。うわ、なんだこれ。ソラ、大丈夫？なんとかね。だけど俺たちの島どうなっちゃったんだ。わからない。でも異変の原因がそこにありそうだ。原因がわかれば島は元通りになるかな。ソラ、気をつけて。そこから強い力を感じる。うん、わかった。ああ、居場所を探して。おお、どうしたの？メモに新しい書き込みが。痛みが一つ、癒された。ミキ、これはどういうことだ。データが治ったならメモに記録されていることが再生されるはず。だが今のような出来事、私は記録した覚えがない。ジビジよ、知らないことは教えているよ。メモに何が起こってるのかな。ん？これは空が見つかりました。
ここは？俺、どうなったの？どこかに飛ばされたみたいだね。あたりはどんな様子かな？どこかの町みたいだ。そうだ、島は？俺の島はどうなったんだ？君の活躍のおかげで、ブロックは消えたようだね。そうか、なんとか解決できたんだな。で、ここは？知らない町みたいだけど、この町でも異変が起きてるのか？うん、そうかもしれない。ほら、町を調べてみてくれるかい？わかった。町の様子を見てみる。やっぱりこの町にも異変が起きていた。その調査に出た三つ子の兄弟、ヒューイ・デューイ・ルーイを連れ戻すことを君はシロと約束したんだ。懐しいね。ほんと懐かしいね。あそこに初めて空に会ったんだよね。エアリスにユフィ、それからレオンも、みんなどうしてるのかな。二人はここで空と出会ったんだね。そういえば王様、メモの中をデータ化してみたら記録が残されていたんですよね。じゃあさっき空を起こしてくれたプルートはデータの中のプルートなんですよね。どういう意味だい？じゃあこの中にデータの僕たちのデータもいるのかな。それはどうだろう。ジミニーはどう思う？私にもこの世界がどうなっているのかはよくわかりません。そもそもバグのせいで詳しい記録を見ることができない。だからもしかするとデータの中の世界は断片、欠片になっている可能性もあるかもしれません。すべては謎ばかり。わっ、でもきっと空だったらなんとかしておれるよ。ええ、そうだね、空なら謎を解いてくれるはずだ。三つ子を発見した君は三人が見つけた光のかけらを受け取った。かけらを組み合わせると鍵穴の形に見えたけど、かけらは足りてなくて、君はひとまず最後に見つけたルイをシドの元へ連れて帰ることにしたんだ。下がって、シドのところへ行くんだ。町に異変を起こしたのはお前なんだろ。なんだこれって、もしかして、あれ、やっぱりあの黒コートのやつが島で俺に渡した鍵穴と同じものだ。ソラ、聞こえるかい？ミッキー、島で見た鍵穴とよく似たものがあるんだ。あの時鍵穴の向こうには強い敵がいて、そいつをやっつけたら島の異変は消えたんだろ。なるほど、今度も同じかもしれないね。どうやらその鍵穴は異変に大きな関係がありそうだ。だよな。この鍵穴に入って中のやつを倒せば、この町も元通りになるんじゃないか。俺、やってみるよ。鍵穴の向こうに行って戦ってくれるんだね。任せとけって。やったぞ、これでどうだ。まだブロックがある。他にも敵がいるのか。敵の影響が残っているようだね。でも大丈夫さ、異変の原因は倒したから君の力で封印できるはずだよ。
俺の力？そうだもん、君だけの力さ。ソラ、キーブレードで鍵穴を閉じるんだ。わかった、やってみる。けど、あの黒コートのやつ、何者なんだ？やっぱり、あいつが世界に悪さをしてるのか。またメモに書き込みが。どうやらメモの世界を修復すると、メッセージが書き加わるみたいだね。じゃあ、まさ、ボイサーズ？とは、見たかったでしょ？メモにもそのようなことは書かれていないはず。メモが僕たちに何か伝えようとしているのかな？なぜこの城にハートレスが？城に何かあったのかもしれない。扉が。おい、誰か、誰かいるかい？なんということだ。僕たちはこの部屋に閉じ込められてしまった。そりゃ、城にハートレスがいるかもしれないのに。痛みを癒せば道は開ける？さっきは痛みは癒されたって出てたよね。どうやらチミニーメモのデータを元に戻す必要があるみたいだね。はあ、王様、空が新しい世界にたどり着いたみたいです。それが王はどうします？城のことは心配だけど、今はメモのデータを直すことを考えよう。ここにもブロックがたくさん。ほら、聞こえるかい？どうなってるんだ？さっきまで町にいたのに、気がついたらこんな場所なんだ。ごめん、ソラ。何が起こっているのか僕にもよくわからないんだ。多分君が異変を、鍵穴の奥にいたバグを倒したからだと思う。痛みを癒せば道は開ける。傷ついた世界を元に戻したから、次の世界への新たな道が開かれたと思う。俺がここに飛ばされてきたのはバグっていうのをやっつけて新しい道が開いたせいってこと？こういうブロックがあるってことは、この世界にもバグがいるんだな。そうだね。この世界を元通りにするには、どこかにある鍵穴を探して、その奥にいる敵を倒せばいいと思う。でもバグを片付けたら、また道が開いて、知らない世界に飛ばされちゃうんだろ。楽しみだな。俺、いろんな世界を見てみたいんだ。どんどんバグをやっつけて、新しい道を開いていくよ。思いっきり。なんだ？助けて！ハートレス、
危ないから下がってて。助かったわ。大丈夫か？ええ、ありがとう。あなたは？俺、空って言うんだ。君は？私は、どうしたんだ？やっぱりダメだわ。何も思い出せない。かわいそうな彼女は記憶を失ってるにゃ。お前誰だ？記憶を失ってるって？この世界はバグが起きてブロックいっぱい。バグのせいでみんなの記憶はバラバラ。そのバグとかのせいでみんなの記憶がおかしくなっちゃってるのか？じゃあ早く鍵穴を探してこの世界もなんとかしないとにゃ。鍵穴？鍵穴ならどこかで見た気がするわ。え？どこで？思い出せないわ。記憶がにゃいからにゃにも思い出せない。だけど記憶のワードを渡すと、渡すとどうなるんだ？それは渡してからのお楽しみにゃ。ケシャネコのヒントはここまで。あとは自分で考える。あ、おい待てよ。ちょっと待ってて。これが記憶のワード。アリスってあの子の名前か。私の名前、なんだったかしら。アリスだよな。あ、そうよ。私の名前はアリスだわ。よかった。記憶を取り戻せたみたいだな。それでアリス、鍵穴について何か知らないか？ええ。少しだけ思い出した。光る鍵穴よ。確かに見たわ。それどこにあるんだ？どこで見たのか場所までは思い出せない。記憶のワードをアリスに渡せば、アリスはニャニカを思い出すニャ。ってことはアリスが記憶を全部取り戻せば鍵穴の場所も思い出してくれそうだにゃ。他の記憶のワードはどこにあるんだ？あちこちにあるにゃ。ブロックのにゃかや誰かが持ってたりね。探してみれば。よし、アリス、俺が記憶のワードを探してくるよ。アリスはここにいてくれ。ええ。そうだ、そうやって痛みを癒すといい。ここは傷ついた世界。傷を癒せば道は開ける。一体何が狙いだ？記憶のワード。何か気になることでもあるのかい、ジミニー。あのレポートでナミネが何と呼ばれていたか覚えていますか？記憶を操る魔女。どうも引っかかる。それは2冊目のメモだね。今回異変が起きているのは1冊目のメモ。つまりナミネにお礼を言うと書かれていた方です。そして2冊目には1冊目のような異変は起きていない。ナミネがこの異変に関わっているというのかい？そうと決まったわけではありませんが、関係があるような気がしてなりません。とにかく様子を見てみよう。アリス、お待たせ。私の記憶のこと
教えてくれるかしら。もちろん。そうだわ、私確かお花畑にいて白ウサギを見つけて追いかけたの。急いでる白ウサギをどんどん追いかけていったら不思議な穴に落ちて、いつの間にかここに来ちゃったのね。それでチェシャ猫に帰り方を聞いたら、ハートの女王のお城に行けって言われて。そうよ、そのお城で鍵穴を見たんだわ。よかった、思い出したんだな、アリス。ええ、空のおかげよ、ありがとう。どうする、ハートの女王のお城に行ってみる？うん、行ってみよう。真実は鍵穴の奥にある。真の記憶もまたそこに。なんだお前たちは。うん、探し物がここにあるんです。ちょっと探させてもらいますね。ちょっとお待ち。人の庭に入ってきた途端いきなり用件かい。挨拶もなしでなんて失礼な娘だ。ごめんなさい、つい急いでいたから。怪しいね。よし、今からお前たちを裁判にかける。え？待ってください、私たち何もしてないわ。とぼけようとしてもダメだよ。罪状は私の記憶を盗んだことだ。それは俺たちじゃなくてバグのせいで。ようやく尻尾を見せたね。やっぱりお前たちが犯人だ。そんな理由もないのに。理由はしっかりある。私がお前たちを犯人と決めた。この者たちの首をはねよう。大変、ソラ逃げましょう。アリス、鍵穴の場所はこの城にあるんだろ。あそこよ、あの鳥かごの中よ。わかった。ソラ、どこへ行くの。俺はなんとか鍵穴のとこまで行ってみる。アリスは早く逃げるんだ。でも俺は大丈夫だから。わかったわ、捕まらないよう気をつけてね。何をやってるんだい、お前たち。これでこの世界は修復完了だね。やはり思った通りだ。ジミニメモに新しい書き込みがされたぞ。痛みが一つ癒された。おお、まだドアは開かないね。痛みを癒せば道は開ける。まだメモの世界の痛みを癒しきれていないのかな。空の方はどうなったかな。次の世界へ行く道が開いただろうか。あ、あの男は。見つけたぞ。答えろよ、お前がこの世界をおかしくしたのか。この世界はつながった。記憶と現実がつながった世界。そろそろ真実を知るべき時だ。あ、待て。ほら、あの黒コートを覆うんだ。きっと何か知っているはずだよ。あの黒コートは一体。注射器官かな。ソラが捕まえてくれれば何かわかるはずだよ。はん、誰、
チップとデールが来てくれたのかも。どうして君が？あれ？その声、ミッキーだよな。どうしてって、あいつを追ってきたら。ん？王様、モニターに映像が。俺は、リクじゃない。そこにいる空と同じ。厳密にはリクの姿を借りたデータだ。うん？ジミニーメモに記された多くの記録。一度バラバラになった記録はつなぎ直されたが、あのバグのせいで完全な姿には戻れなかった。そこで記憶を保管する器として、記録の中にあった俺が選ばれたんだ。リクである俺に一旦全ての記録を移し、データをバグから保護しようとした。そういう意味では、ジミニーメモそのものとも言えるな。メモそのもの？刻まれた言葉の謎を探るため、お前たちを取り込ませてもらっていた。取り込むって？まだ気づいていないのか？ここは。ここが、メモの中の世界？チップと出るかい？チップと出るかい？ようやくつながった。帰ってきたら誰もいないからデータの中を調べてたんです。ソラがここにいてチップと出るが外から見てるってことは、ここがデータ世界の中というのは本当のようだね。教えてくれないかな？僕たちがここから出る方法は。大変だ！何者かがデータに侵入しようとしてます！ハッキングか？このままではデータの中から出られなくなるぞ。ダメだ。メモと現実世界をつなぐ道が奪われた。僕たちどうしたの？回線を復旧させれば別の道が見つかるはずだ。だがそうするにはバグが邪魔だな。よくわかんないけど、このままじゃミッキーたち元の世界に帰れないんだな。だったら俺がバグを直してくるよ。そうだ！ありがとう！また、君に借りができちゃったね。友達が助け合うのは当たり前だって。じゃあ、行ってくる。ソラ、そっちの様子はどうだ？その声、リクだな。今のところ何もなさそうだけど。油断するなよ。バグは必ずそのオリンポスコロシアムのどこかに。まずはバグが潜む鍵穴を見つけ出す。俺の調べだと鍵穴はその世界の中枢につながっている。中枢のデータを傷つけている敵を倒せばバグは消えるはずだ。
鍵穴の中の敵がバグの原因になっていたんだな。よし、俺に任せて。バグを消してすぐ外の世界への道も見つけるよ。ああ、気をつけて行ってこい。君は鍵穴を探してコロシアムのロビーに行くと、異変の調査に出たヘラクレスを心配するフィルに会い、ヘラクレスを探しに向かった。迷宮と化したコロシアムの内部でヘラクレスを見つけた君は、この異変の原因が冥界の王ハデスにあると聞き、ハデスの捜索に二人で協力して迷宮の奥深くへと進んでいったんだ。お前が英雄ヘラクレスか。ん？誰だ？悪いな。勝負してもらう。何かを守るために戦うあんたの力、試させてくれ。はっ！これでどうだ。英雄と呼ばれるだけのことはあるな。君は一体。俺はクラウド、英雄の敵だ。なあ、どうして俺たちと戦うんだ。外したか。ハデス、どういうつもりだ。俺の戦いに手を出すな。ふん、お前の役目はとっくに終わったんだよ。なんだと。ヘラクレスにとどめを刺すためのおとりにくらい使えるかと思ったんだが、とんだ役立たずだ。お前がコロシアムに異変を起こしたのか。期待に添えなくて残念だが、こいつは俺のせいじゃない。なんだって。迷宮の番人は他にいるってことだ。まあ安心しろ、俺はフェアな神だからな。もう何も手は出さないさ。何もせずにお前たちがくたばるのをのんびり眺めさせてもらうよ。どこへ行く。お前はもう用なしだ。あとは好きにくたばってろ。逃げられた。俺は利用されていたというわけか。あ、ちょっと待って。邪魔をしたな。なんだよあいつ。どうやら彼はハデスに騙されていたみたいだね。だとしてもちょっと態度悪くないか。まあまあ。でも困ったね。この異変はハデスのせいじゃなかったのかな。他の原因を見つけない限りここから出られないってことだよな。調査は一旦仕切り直しだね。とにかく先に進んでみよう。迷宮を進んでいるとハートレスに追い詰められるクラウドを発見した。クラウドはハデスに騙された自分を責めて話も聞こうとしなかった。でも君たちの熱心な説得を最後はクラウドも受け入れて、3人で迷宮の奥を目指すことになったんだ。
やれやれ、ようやく道に迷わずに帰れるか。これで一安心だな。おいおい、俺を忘れて何ハッピーに終わろうとしているんだ。ハデス、せっかく楽しそうな迷宮を見つけたのに、なんだこのざまは。この時は勝手に自滅してくれると思ったが、こうなりゃ仕方ないな。冥界のハデス様が直々に死の国に叩き落としてやる。なあヘラクレス、俺もヒーローの条件が一つだけ分かったよ。それは何だい？聞かせてくれソラ。それはさ、どんなピンチになっても最後には必ず勝つことだよな。はめるな、ガキどもが。これで終わりだと思うなよ。俺は諦めたわけじゃないからね。二人ともやっぱりすごいな。ヒーローだからね。英雄か。もうコロシアムは大丈夫だ。さあフィルのところに戻ろう。きっと心配しているよ。うん。ミッキー、これでいいんだよな。うん、ソラ、ありがとう。今度は申し上げ、何でも教えないよ。ああ、あれは俺の意識の中の映像だ。バグが消えると、その世界の記憶をより深く探ることができた。その時見ていたものが回線を通じて映っていたんだろう。なるほど。あれはメモ自身の奥深くに眠っていた記憶ということか。誰も覚えがないはずだ。ん？けど様子が。あ、あれは。あ、誰だ。久しぶりだな、ピート船長。どうしてここに。お前たちと同じさ、外の世界から遊びに来てやったんだ。こっちの世界はもう俺様のもんだからな。何か企んでるみたいだ。急いで追いかけよう。うん。見失った。あのピートってやつ、一体何を企んでるんだ？それにしても、ずいぶん静かなとこだな。人もあまりいないみたいだし、何かあったのか？この世界もブロックやハートレスに覆われていた。そこで君はアラジンと出会い、ジャファーにさらわれそうになっていたジャスミンを助けた。そして君はジャファーがこの異変を利用して王位を奪おうとしている企みを知ったんだ。ジャファーはピートの協力で手に入れた魔法のランプのコピーを使い、町の時間を止めてジャスミンをさらってしまった。でも君には異変に対抗する力があったから、この魔法が完全には効かなかった。アラジンはジャファーの企みを阻止しようとして魔法のランプを手に入れていた。だけどランプはイヤーゴに奪われてしまって、君はイヤーゴを追いかけることになったんだ。やっと捕まえた。もう許さないぞ。ごめんなさい。出来心だったんだ。勘弁してくれよ。今度やったら許さないからな。それにしてもアラジンはなんでこんなもの持ってたんだ。洞窟で見つけたすごいものってこれのことだよな。なんだ？うわっ！
困りですか。そうですね。で、あれ？あるじゃない。俺は空だよ。あるってアラジンのことか。アラジンはジャファーに街の時間を止められて動けなくなったんだ。それで君は？トラブル、面倒、悩み事、どんなことでもささっと解決。ランプの魔人ジーニーの助けが欲しいと呼んだなら、どんな願いもあっという間に叶えましょう。ランプの魔人、願いを叶える？ただし、叶える願いは一人三回。何度も願いが叶うほど甘くないのがこの世の決まり。もしかして信じてないの？じゃあさ、おかしくなったこの世界を直してよ。よし、ほい来た、お任せ。じゃあどうだい、これであの変なブロックは街から消えたぞ。やった、ありがとう。これで時間を止められたアラジンも元に戻ったんだよな。え、ごめん、そっちはまだ。それは魔法をかけた本人をどうにかしないと。そんな。世界を直してなんて曖昧な願いだから。あらら、ジーニーどうやら早とちり。ジーニーのせいじゃないよ。俺が慌てて変な願い方をしたのが悪かったもんな。いやいや、中途半端な願いを叶えたとあれば、魔人ジーニーの評判はガタ落ちだ。今のはノーカウントにしよう。しかもお詫びに、ほら、時間を止めて街をめちゃめちゃにした奴の気配を見つけたぞ。どうだい、アフターサービスもバッチリ。ジャファーのやつだな。もう逃がさないぞ。よし、ジーニー、今度こそ一つ目の願いだ。俺をそこに連れて行ってくれ。うはーい、了解ですよ、ご主人様。それじゃあ、行くぞ。あ、いや、ジーニーは相変わらずだね。アラジンやジャスミンにも会いたいよ。それにしてもピートはどこに行ったんだろう。データの世界の中にもともと存在していたというわけではなさそうですし、何らかの方法で侵入してきたのは間違いないだろう。現実世界のこの装置以外にもこの世界に侵入する方法があるということでしょうか。まさか、メモはここにしかないんだよ。きっとそらわらわと明日降りるよ。うん、でもピートのことは心配だ。何かあった時のことも考えておかないといけない。何かあった時、それなら方法がある。君はジーニーに誘導され、ジャファーの仕掛けたいくつもの罠をかいくぐり、洞窟の奥で眠らされているジャスミンの元へと向かった。ランプの間で君はジャファーを追い詰めたんだけど、ジャファーはコピーした魔法のランプの最後の願いを使い、自らが魔人となって鍵穴の中へと姿を消したんだ。場所まで見つけるとは、その力やはりただものではないな。だが、お前の運命は何も変わっていない。無敵となったわしに潰されるだけよ。ものすごい力だ。どうすれば。こちらジーニー、空、聞こえるかい。ジーニー、今のジャファーは無敵だ。どんな攻撃も効かないぞ。でも魔人には弱点がある。ジャファーのランプを奪うんだ。あれか、分かった。ジーニー、やってみる。何をしようと無駄よ。
これでとどめだ。わかったわかった、もう勘弁してくれ。くしまった、わしのランプが。ソラ、今だ、ランプにジャファーを封じ込めるんだ。魔人ジャファー、ランプの中に戻れ。あ、やめろ。これで終わりかな。なんてこった、もう少しでここが闇に染まったってのに。ビート、見つけたぞ。あ、待てよ。おっと、ソラ、もう行くのかい。うん、これでお別れみたいだ。ジーニーはジャスミンを助けてアラジンのところに送ってあげてよ。お任せあれ。それで二つ目、最後の三つ目も願って言ってくれよ。三つ目の願いはアラジンに譲るよ。俺とジーニーが会えたのはアラジンがランプを見つけたおかげだもんな。それに俺信じてるんだ、アラジンならきっとジーニーのためになることを願うってさ。ソラ、よし来た。ソラの気持ちをしっかりアルに伝えよう。ありがとうソラ。俺の方こそいろいろ助けてもらってありがとう。みんなによろしくな。こんなとこにいたのか。もう逃げられないからな。逃げられないのはどっちかな。え、そろそろ姿を見せてやれよな、マレフィセント。お前は。私の計画を邪魔する者は許さない。これは挨拶代わりだよ。ん？キーブレードか。はっ！はっ！あ！所詮こんなものさ。これでこの世界は私たちのものだよ。ああ、ハートレスたちよ、すべてを闇に沈めてしまえ。ああ、大丈夫か。あ、リク、ミッキー、マレフィセント、君もデータの世界に来ていたとはね。データの世界？そんなことはどうでもいい。すべては俺様の活躍のおかげよ。お前たちが何か始めようとしてると聞いてな、マレフィセントの命令で城を探りに来てたのさ。そうしたらだ、モニターから光が。うわっ！俺様も不思議な光に捕まっちまった。気がついたら俺様だけ変な場所にいたんだ。
お、うっと、マレフィセント、見てるか？見てたら来てくれ。気安く呼ぶんじゃないよ。なんだいここは。よくわからねえけど、いろんなところに通じてるみたいだ。世界を手にするのに使えるんじゃねえか。確かに面白そうな場所だね。その後いろいろと中を調べ回ってな、ここがお前たちの城とつながった別の世界だってことを知ったのさ。おっと、言い忘れてたが、外の世界への道は俺様が独り占めさせてもらったぞ。道を奪ったのはお前だったのか。心配はいらないさ。いずれどの世界も闇に染まる。まずはこの世界を闇に染めて、ハートレスたちを外の城に送り込んでやるとするかね。僕たちの城に？眠りの時は終わり、私は今こそ全ての世界を手に入れる。でもね、お前たちのせいで世界は眩しすぎるのさ。だから今度はお前たちに眠ってもらうよ。世界をお前の好きにはさせない。無駄さ。リク！な、け、て、な、な、く、ハハ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 。所詮お前も闇の存在。闇は闇に沈む運命なのさ。こいつはもらっていくよ。いろいろと役に立ってくれそうだからね。残念だったな。これでもう手も足も出ないだろ。ガリク、そんな。なんということだ。リクが連れ去られてしまうなんて。リクの中にはメモのデータが隠されているんだよね。おがままさ、データ全部闇に染められちゃうよ。ねえジミニー、バグに侵された世界はあといくつだい？残りあと一つです。バグはすべて治るまであと少しだったのに。バグが消えればミッキーたちも元の世界に帰れたんだよな。ごめん、俺のせいだ。俺にもっと力があれば。ううん、空のせいじゃないよ。それにここは僕が何とかするから大丈夫。なんと王様が？最後のバグを直す手がかりを探してリクも取り戻してくるよ。ミッキー、俺も手伝うよ。あれ、キーブレードが出ないぞ。ソラ、残念だけど君のキーブレードは完全に壊されてしまったんだ。そんな、どうして？実はあのキーブレードは僕たちが外からデータを書き換えて君に渡したものだったんだ。え？現実世界に帰れたら外の世界からデータを書き換えてもう一度君にキーブレードを渡せるかもしれない。でも外への道がマレフィセントたちに奪われているからね。今のところキーブレードを取り戻す方法がないんだ。じゃあどうすれば？心配しないで。今度は僕が友達を助ける番だ。みんなはここで待っていて。
王様、大丈夫かな？きっと大丈夫だよ。なんたって王様だからね。うん、相手は後にしないだったら失敗ないんだけど。この世界にはピートやマレフィセントまで来てしまった。バグもあるし、やっぱり少し心配かもね。でも、おりますよりは優しい。それはどうしたらいいと思う？あれ？おや？一体空はどこに？空？もしかして？キーブレードがなくたって何かやれるはずだ。リクだけでも助けないと。ピート！お前は。なんだ、役立たずが何の用だ。答えろ、リクをどこにやったんだ。知りたければ俺様を捕まえてみるんだな。じゃあな。待て、逃がさないぞ。出てこい、ピート。あ、閉じ込められた。何もできないくせによくのこのことやってきたな。お前を捕まえるくらい簡単だ。はっ、そうはいくもんか。出てこい、タートレス。今俺様は操り人形の準備で忙しいんだ。お前はこいつらと遊んでろ。待て、キーブレードさえあれば。いや、俺の力だけでも。危ないよ。どうしてどうして。グーフィー。もうソラ、一人で行っちゃダメだよ。王様に城で待てって言われたでしょ。こんなことだろうと思ったよ。うん、勝手なことしてごめん。そう、早く行こう。うん。いや、どこに行くの？え、帰るんじゃないのか？ビートを追いかけるんでしょ。ほら、僕と一緒に行こう。一緒にっていいのか？もちろん。ソラは言ってくれたよね。友達なら助け合うのは当たり前だって。グーフィー、ありがとう。ところで、ドナルド見なかった？え、ドナルドも来てるのか？途中まで一緒だったんだけど、どこかではぐれちゃったみたい。大丈夫かな。ドナルドも探さないとな。ドナルド！やっと見つけた！シャラ、オーフィー！もう、どこ行ってたの？前、俺がしちゃったわでしょ！迷子？迷子になったのは、そっちの方じゃ。それはどっちでもいいぞ。本当に心配しちゃったよ。ドナルド、ごめん。俺が油断してキーブレードを壊されたりしたからこんなことになったんだ。迷惑かけて本当にごめんな。はぁ、何言ってるんだよ。迷惑をやってとんでもない。え？本当はね、僕たちちょっとだけ嬉しいんだ。嬉しい？どうして？
僕たち空を見てるだけだったでしょ。本当は私より冒険したかったんだ。キーブレードがなくても僕たちが空の力になるよ。ドナルド、グーフィー。ドナルド、グーフィー、ありがとう。急にどうしたの、ソラ。二人が一緒だと何でもできちゃう気がしてさ。それに記憶はないんだけど、前にもこうやって一緒に冒険してた気がして。それはきっと僕たちがソラと友達だったじゃおらよ。こうして何回も友達になれるなんて、なんだか楽しいね。でも、俺あらあ、お前だよ。ビートを捕まえて、さらわれたリクを早く助けなくっちゃ。よし、行こう。見つけたぞ、ビート。おお、ガチャガチャガチャ。一人じゃ勝てないからって仲間に泣きついてきたか。だがそれもここまでだ。ハートレス、それ今だ。ソラ、危ない。どうし、危ないさ。動けないよ。ドナルド、グーフィー、どうすれば。お前たち、なんでそんな奴をかばったんだ。知ってるぞ。そいつはあのキーブレードと同じ作り物なんだよな。作り物は知らない。どんな試合でも、空は空だ。ドナルド。所詮ただのデータだ。心だって持っていないんだろ。そんなことない。僕たちは空の心を感じたんだ。なんだと。僕たちずっと見てきたんだ。空はどんな辛い目であっても、どんな危ない目であっても、みんなのために戦ってた。僕たちのためにも戦うって言ってくれた。その気持ちがね、すごくすごく嬉しかったんだ。だからこれだけははっきり言える。空の心は僕たちの中にある。つながる心も僕たちの力だ。つながる心。くぅ、うるさいうるさい、いい加減諦めろ。そんな友情ごっこで何ができる。ドナルド、グラフィー、やめろ、やめてくれ。これでおしまいだ。やめろ。え、何が起きたんだ。これはキーブレード。どういうことだ。そいつはマレフィセントが壊したはずじゃ。どうやら君の中で新しい力が芽生えたようだね。ミッキー、どういうことなんだ。俺の新しい力って。詳しくはわからないけれど、きっと君の中の何かが目覚めたんだ。キーブレードは心の力に強く結びついている。だけど心はデータ化できない。僕の古い友人はそう言っていた。
僕らはデータを書き換えて君にキーブレードを渡した。けれどキーブレードの真の力はデータ化できていなかったんだ。真の力を持たない作り物だったからマレフィセントに壊されてしまったんだと思う。でも君のこれまでの行動を通して僕たちは絆で結ばれた。心と心を結ぶ絆。データ化できない心の力を君は手に入れたんだよ。だから君のキーブレードは蘇ったんだ。僕はそう信じるよ。それはきっと君だけの力なんだ。俺だけの力。そう、君だけの力だ。バグを直す手がかりがないかこの世界を調べて回っていたんだけど、もう大丈夫だったみたいだね。新しい力なんて計算外だ。ここはひとまず逃げるしか。いや、もう逃がさないぞ。さあピート、リクを返せ。このままじゃ。なんだ。チャンス、今のうちに。しまった、逃げられた。見て、神穴だ。はい、飛び降り。待って、ここは俺に行かせてよ。へ、どうして。ドナルドもグーフィーもミッキーも俺を信じて戦ってくれた。そんな気持ちに応えたいんだ。この新しい力でみんなの道を切り開くんだ。そんなこと言って、新しい力を試したいってことでしょ。え、まあちょっとはそんな気も。言い出したら聞かないからね、空は。だけど空、無理はしないでね。君の痛みは僕たちの痛みだ。君が傷つくとみんなも悲しむ。わかった、必ず帰ってくるって約束するからさ。ピート、見つけたぞ。ここまで来たか。さあもう逃げられないぞ。ふん、何度も何度も邪魔しやがって。こうなりゃ俺様も実力を見せてやるしかないな。なんてこった。もうおしまいか。ふん、まだ最後の手がある。出てこい、出番だぞ。リク、空来るな。リク、どうしたんだ。こいつは俺様の操り人形にさせてもらった。データってやつは便利にいじれてな。こいつにバグとかいうやつを埋め込んで俺の子分にしたんだ。さあ、ご主人様の命令だ。そいつをやっつけてしまえ。誰がお前の命令なんかに。失敗か。まだバグが足りないのか。やめろ。まあこれでどうにかなるだろう。じゃあな、あとはお前たちだけで遊んでな。リク、大丈夫か。悲鳴が聞こえたよ。ソラ、どうしたんだい。ミッキー、大変なんだ。
リクがバグに。なんだって、リク、僕の声が聞こえるかい、リク。リク、リク、俺たちの声が聞こえないのか。倒せ。もしかして、リクの体がバグに乗っ取られてる。ということは、あ、そのバグを消さないとリクは目を覚まさない？リク、中のバグを消せばリクは目を覚ますんだよな。え？俺、リクのデータに飛び込んでみるよ。あらららら、危ないよ。中の様子だってよくわからないのに。どんなに危険でも友達を放ってはおけない。助けたいんだ、みんなを。やはり空は空か。いい組織じゃ飛び出せないよ。できることは何でも協力するよ。みんな、ソラ、忘れないで、君は一人じゃない。ここにはいつも一緒に戦っている仲間がいるから。何もない。ここがリクのデータの中の世界。リク、無事なのか。あと少しの間はな。俺はどんどんバグに侵されている。今はどうにかバグを抑えているが、長くは持たないだろうな。バグはこのデータ空間そのものを支配しようとしている。ここにいたら、お前もバグにやられるぞ。こいつを持って、すぐに脱出するんだ。これは？元のジミニーメモには記録されていなかったデータだ。誰かが後から追加したらしい。誰かってのは、メモのデータをリクの体に隠したやつか？俺にもわからないんだ。この追加データを調べて、そいつの正体を突き止めてくれ。お前のおかげで、ほとんどのバグは修復された。あとは、この追加データの謎を解けば、メモのデータは完全に復旧する。ミッキーたちの帰り道も見つかるだろう。でも、このままじゃリクが。俺はバグを始末する。バグごと闇の世界に沈んでやるさ。そうすれば、バグの害も消えるからな。さあ、俺の意識が残っているうちに行け。俺はもうすぐバグを抑えきれなくなる。そうなればお前は脱出できなくなるんだ。行け、今ならまだ間に合う。リク、分かったよ。今ならまだ間に合うんだな。ああ、
つまり中のバグを消してリクを助ける時間はまだあるってことだよな。何を言ってるんだよく考えてみろよ。こういう時俺がおとなしく帰るわけないだろ。ソラ、忘れてたよ。お前ってそういうやつだったな。そういうこと。どうすればリクを助けられる？そこから俺のデータの奥深くに入れるはずだ。中には俺の記憶から作られた世界が広がっている。バグの原因を取り除けば次の世界が開かれるはずだ。どこもバグに侵されている。気をつけるんだぞ。わかった。じゃあ行ってくるよ。バグの影響が弱まったから俺もここに来られるようになったんだ。懐かしいな。そういえば秘密の場所でリクは鍵穴を残していったよな。ああ、早くキーブレードを使いこなしてほしかったんだ。この世界での戦い方を実戦で覚えてもらう必要があった。鍵穴の中にはでっかい敵がいて、あいつがいるって知ってたのか？すまなかったな。じっくり鍛えている時間がなかったんだ。かつて世界を隔てる見えない壁がハートレスの出現によって壊されたように、このデータ世界と現実世界を隔てる壁がバグによって壊され始めていた。だからそれを逆手にとって外の世界にいたミッキーたちを取り込んだんだ。危険なことだと分かっていたが他に手がなかった。メモに書かれた謎のメッセージを調べるためにだっけ。結局あれもまだ謎のままか。何の説明もないまま巻き込んですまなかった。元の世界に返してあげられれば大丈夫だって。それじゃあ戻ろう。どうやらここのバグの勢いもなくなったようだな。リク、ソラ、助かるよ。ここで俺は三つ子の兄弟を助けに回っていたんだ。三つ子ってヒューイ・デューイ・ルイのこと？ああ、あの三つ子は鍵穴のかけらを拾っていたからな。敵に狙われないように影から見守っていたんだ。なんだよ、俺と会った時そう言ってくれればよかったのに。お前には一人でも戦える強さを身につけてほしかったんだ。ソラにしかできない大切な役目があったからな。いざという時は俺一人で戦うつもりだった。リク、リクはさ、何でも一人で頑張ろうとしすぎなんだよ。前に俺が力をなくした時、ドナルドたちが言ってくれたんだ。友達の力になれて嬉しいって。ソラ。だからさ、一人でなんて言うなよ。そうだな。すまなかった。謝るほどのことじゃないって。さ、次の世界へ行こう。
ソラ、すまない。もう謝りすぎだって。謝りたくもなるさ。こうも簡単にバグに侵されてしまったんだ。もしまた強い力にとらわれたら、俺は耐えきれるかどうか。なあリク、俺たちいろんな世界を旅してきたよな。うん。ちょっと前まではさ、俺たち世界のことなんて何にも知らなかった。ただ憧れてるだけだったけど、あちこち旅した今は、俺たちの胸にいろんな世界の思い出が詰まってる。俺たちの心の中にはたくさんの世界が広がってる。そんな風に感じるんだ。これってきっとすごいことだよな。そうだな。でもさ、どこにいてもどんなに離れても、リクはリクだった。この先どんなに強い力がリクを飲み込もうとしても、リクが負けることなんてない。リクならどんなことも力にできる。ソラいいこと言うだろ。俺も少しは成長したってわけ。背はまだ俺の方が高いけどな。背なんかすぐに追い越してリクを見下ろしてやるってきっと新鮮な眺めだろうな。なあソラ。ん？いや、全て終わってからにするよ。わかった。戻ったら教えてくれよ。言えば、俺はこの辺りで空を助けに入ったよな。ああ、マレフィセントが出てきた時か。あの時は助かったよ。嫌な気配がしたからな、ミッキーと一緒に駆けつけたんだ。あの時俺は一度キーブレードの力を失ったんだっけ。なら、リクも平気だな。平気って何がだ。その気になれば何でも取り戻せるってこと。バグに侵された体だってすぐに取り戻せる。その性格、時々羨ましくなるよ。それ、褒めてる？そう思える性格も羨ましいかな。あは、ひってえな。それじゃ、一旦戻ろう。あ、待てよ。傷が癒されて、一番深い場所への道が開かれた。だが気をつけろ。この中に俺のバグの元凶がいる。未だにバグの正体が分かっていない。どこから何のために。そいつさえ倒せば、データ世界のバグは全部消えるんだな。ああ。すべて元通りになるはずだ。いろいろありがとな。リクの記憶をたどってここまで来たんだ。俺、リクのおかげで強くなれたと思う。俺は何もしていないさ。そんなことない。リクが導いてくれなきゃここまで来れなかった。なあ、俺がこの世界で目覚めて一番最初にキーブレードを手に入れた時もそばにいてくれたんだよな。何のことだ。俺がお前に会ったのは島が初めてだぞ。え？でも確かあそこにも黒コートのやつが。ん？おかしいな。それより戦いの準備はできたか。俺には入れない中心部だが、俺に言えるのは一言だ。敵の姿を見ても遠慮するなよ。え？うん、うん。
ク、どうして。いや、違う、こいつはリクじゃない。これはバグがリクの力を取り込んで真似してるのか。遠慮するなってリクが言ったのはそういう意味か。よし、これでリクのバグも消えたはずだな。みんなのところへ帰ろう。やったな、ソラ。リク、ありがとう。バグのやつ、俺の力を取り込もうとしていたろ。うん。どうしてわかったんだ。感じてはいたんだ。あいつが利用しようとしていたのは俺の中にあった闇じゃないかって。俺はいつも友達に囲まれ信頼されているお前が少し羨ましかったのかもな。何言ってるんだ。俺がリクを信頼してる。それにリクもみんなと友達だろ。ほら、おーい、リク、ソラ、二人とも無事かい？わわわ、バグが、あ、わ、あ、わ、わ、あ、いや、あ、亡くなったら、すぐ呼ぶんだよ。友達か。そうだったな。それじゃあ帰ろう。みんなが待ってる世界へ。あ、うわ、なんだ？これは、大変だ、ソラ。急いで脱出しろ。何者かが俺と世界をつなぐ道に干渉してきている。急げ、このままだと中に閉じ込められるぞ。分かった。ここから外に出られるはずだ。ソラ、ありがとうな。次に会うのは向こうの世界だ。ああ、約束だからな。ソラが戻ってきた。ああ、よかった。おかえり、ソラ。うん、怪我もないようだね。ミッキー、それにみんな。そっか、俺、リクの外に帰ってきたんだね。君の活躍のおかげで、データ世界のバグは封じ込められたよ。本当にありがとう。うん、ならよかった。そうだ、リクは？リクはどうなった？すまなかったな。いろいろ巻き込んでしまって。リク。お互い約束は果たせたようだな。あ。本当ならゆっくり話をしたいところだが、ミッキーたちには時間がない。さあ、こっちだ。約束通り、ミッキーたちが現実世界に帰るための道を用意しておいた。これが現実世界への道か。データ世界ともとうとうお別れだね。私が書いた記録をもとにした世界、いざ離れるとなると少し寂しい気が。寂しくなったらまた会いに来てよ。そうだね、今度はみんなも連れてこようか。あ、それ楽しそう。なあみんな、一つ大事なことを伝えなければいけないんだ。実は、いや、みんなが向こうに着いてから話そう。いろいろありがとう。それじゃ、ソラもリクも元気でね。ああ、またな。
ここは？やったー！みんな帰ってきたぞー！みんな、お帰りなさい！王様の部屋に、チップとジーズあるぞ。ってことは？やったぞ！本当に帰ってきたんだ！現実世界の城に。やった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 ぞ！やったね！みんな聞こえるか？無事元の世界に帰れたようだな。その声はリクだね。空とリクのおかげだよ。ありがとう。じゃあ、これで俺たちの役割は終わりだ。バグが消えたおかげでメモの世界は元に戻る。記録された通りの状態になるんだ。ここまではわかるな。最初の旅を記録した本来の姿に戻るんだね。バグによる影響は消えて、私が書いた内容だけが残るというわけだ。ああ。最初の旅で書かれた内容だけが残る。そうでない記録はリセットされる。つまりこうしてバグと戦った記録は、データ世界にいる空と俺の記憶は消えてしまうんだ。それって空と陸は僕たちと出会ったこともこうして話していることも忘れるの？俺たちはデータだからな。仕方のないことなんだ。そんな。ミッキー、聞こえるか？は？ん？ほら！リクから話は聞いたよ。きっと喜んでいいことなんだよな。それがこっちの世界の正しい姿なら。それはそうだけど。空はデータの中であんなに頑張ってくれたじゃないか。それを全部忘れてしまうなんて。ありがとう。けど大丈夫だって。俺の記憶がなくなってもみんながいてくれる。データの中にいる俺やリクは記録が消えてしまったら何もかも忘れるだろうけど、現実の世界にいるみんなの心には俺たちの記憶が残るだろ。記録は消えても記憶は消えない。みんなが俺たちのことを俺たちの分まで覚えていてくれたら、いつかきっと。ソロ、もうすぐ通信も切れるらしいや。お別れかな。じゃあな、そっちの俺にもよろしく。なんだ？なんだこの力は！今までのものとは比べ物にならない！バグが暴走しているのか？どういうこと？全部消したんじゃないの？俺にもわからない。見落としがあったというのか。ああ、今日は勝利！データの世界を全て消去すると言っていた。こんな力がそっちに行ったら大変だ。すぐにデータをロックする。でもこのままじゃ空も陸も本当の旅の記録もみんな消えてしまう。大変なことを思い出したぞ。データの中にはマレフィセントとピートも残っている。このままでは彼らも消えてしまう。彼らがどんなに悪さをしようが、現実世界の彼らをデータの中に残すことはできない。なんてことだ。データをロックできない。ロックしないと現実世界にも影響が。みんなごめん、ちょっとだけ俺に時間を貸して。おい、ソラ、どこに行く？ソラ、ソラ、どういうつもりだ？このままほっとくわけにはいかない。ミッキーが言ってただろ、マレフィセントたちを助けてくれ。
あいつらの居場所だってわからないんだぞ。わからなければ探せばいいさ。怖くないのか。記憶だけじゃない、お前の存在そのものがデータ世界もろとも消されるかもしれない。俺だって本当は怖いよ。けどリクだってそうだっただろ。みんなを助けるために一人で戦おうとしてたじゃないか。きっと分かってるんだ。何もしないで黙って消える方がもっと怖いって。リク言ってたよな、大事なのは自分が何をするかだって。その先に何があるかわからないけど、きっと今がその時なんだ。おいおい、マレフィセント、こいつ攻撃がちっとも効かないぞ。ふん、これくらい骨のある相手がちょうどいいさ。こいつは島で最初に戦ったやつか。あの時俺と一緒に闇に飲まれたから消えていなかったのか。さあ二人とも早くここから逃げるんだ。なんだよ、お前に指図される覚えはないよ。でもよ、マレフィセント、ここはおとなしく従っておこうぜ。うるさい、お前はおだまり。しまった。ああ、ピート、マレフィセント、なんて力だ。最初に戦った時と全然違う。あいつとは別物なのか。異変を力にって、そうか、わかったぞ。こいつもデータの中で新しい力を手に入れたんだ。どういうことだリク。バグの真の正体がわかった。こいつはお前の影の存在、つまり空のハートレスだ。俺のハートレス。覚えていないかもしれないが、最初の旅の後、メモの記録は空たちの記憶とともに消え復元された。バラバラになった記憶のかけらはつなぎ直されたはずなのに、メモの文章、記録は消えたままだった。それが俺のハートレスの仕業なのか。多分な。あのメモは空の行動を追って書かれた。全てのデータの中心は空、お前だ。お前がデータの世界で冒険して自分だけの新しい力を得ていた裏で、お前のハートレスは他のデータを吸収し姿を変え力を強めようとしたんだ。でもデータ世界はみんなで守ったし、他のデータは吸収できなかったはずだよな。だったら簡単に倒せるさ。いや、俺がもっと早く気づくべきだった。本来ハートレスを倒した時に解放された心は元の場所に帰り、元の姿で再生する。しかしお前が今回の冒険で倒したハートレスが解放していたのは本物の心じゃない。心はデータ化できない。おそらく解放されていたのは消えたハートレスの意志。ハートレスの意志？じゃあそれはどこに消えたんだ？どこかに帰ったのか？違う、こいつに食われたんだ。こいつはお前が倒したハートレスたちの闇に染まった意志を引き寄せていた。その闇のデータを食らって新たな存在になろうとしているんだ。この冒険で新しい力を得た。お前と同じようにな。そんな奴が向こうの世界に飛び出したら、ミッキーたちが。俺が守るんだ。みんながくれたこの力で。やったか。
今どうしてさらに変化するのか。いや、これが新たな存在。闇でも消せない光、君はもう持っているはずだ。さあ、空、今だ。マレフィセント、よかった、無事だったのか。データの裂け目に引っかかったところを見つけてきたんだ。ふん、礼は言わないよ。これで貸しは返してもらったさ。もうこんな場所はごめんだ。あばよ、俺様たちは先に帰るぜ。じゃあおとなしく帰るよう俺が見張っていこう。ふん、次こそは覚えてるよ。これからデータは元の姿に戻り始める。バグで壊れる前のメモ本来の姿に。今度こそお別れだな。あれ、なんでだろう、胸が苦しい。まだバグが残ってるのかな。そうじゃないよ、ソラ。それは別れを感じてるんだ。この世界で君と出会って僕はいろいろなことを思い出したよ。僕が初めて冒険に出た日のこと、初めて友達ができたあの日のこと、いろんな思い出が駆け巡ってきた。そして分かったんだ、メモに記録されていたのは出来事だけじゃない。そこでみんなと一緒に感じた僕たちの心だったんだって。約束する、僕たちは今回のことを空と陸に伝えるよ。そうすればこの旅は君たちとも共有できる思い出になる。記憶は心とつながって僕たちの絆になるんだ。だからこれからもずっと友達だ。うん、約束だ、王様。なるほどね。どうしたんだ。データの世界なんて言い方をするから気づかなかったよ。あ？予知書、かつてそう呼ばれた本があったのさ。まるで未来の世界を見てきたように記録された本さ。へえ、そんなもん本当にあったら世界を自由にできるじゃないか。その予知書から未来の世界を再現し、未来に存在する人物や力まで取り出せたそうだよ。ええ、本から世界や人が？いくらなんでもそんなのおとぎ話に決まってる。
一瞬でも期待するんじゃなかった。ああ、まるでおとぎ話さ。でもね、データの世界とやらも同じじゃないかい？あいつらが記録を残すために使ったメモとやらが、過去にあったとされる予知書と何かつながりがあるのかもしれないね。これは面白くなってきたな、マレフィセント。あのデータとやら、本当に手に入れないといけないね。結局、メッセージの謎は解けなかったね。みんな、聞いてくれ。メモの中に、新しい世界が現れたんだ。どういうこと？データが全て修復されたおかげで、何者かが書き足していた追加データへの扉が見つかったんだ。その世界を調べれば。残されたメッセージの謎が解けるはずだ。よし、早速空に。はっ、ん？データが直って、メモは一番最初の状態に戻ってるから。空がデータの中を旅した記憶は消えてしまっている。今いるのは私たちと出会う前の空ということか。俺にはまだ隔離データが残ってるが、記憶が消えた今の空じゃ一人で行かせるのは無理だ。おお。ねえ、もう一度僕をデータ世界に戻すことはできるかい？あの日、君の旅はここから始まった。そしてあの日、僕もここにいた。真実を語ろう。ここは？俺、今まで何をしていたんだ？それに、君は一体？僕はミッキー。こことは違う、別の世界から来たんだ。こことは違う世界？彼らの痛みを癒しに戻らなければならない。このメッセージの謎を解明するために、君の力を借りに来たんだ。俺の力？うわ！これは？記憶はなくても、君が手にした力は消えなかったんだね。君の力を貸してほしいんだ。
すべての真実を知るために。俺、ミッキーのことはよくわからないけど、なんか不思議なんだ。懐かしいって気持ちがどこかにある。ミッキーの知りたい真実って俺にも関係があるのかな。それはまだ何もわからない。でもきっと君が知らなくてはいけない大事なことだ。俺が知らなくてはいけない大事なことか。わかったよミッキー、一緒に行こう。ありがとう。それじゃあキーブレードを差し出して。真実の眠る場所？あれ、ミッキー？先に行ったのかな？わ、誰だ？俺は誰でもない存在。そしてここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所。そう、忘却の城。忘却の城？ここでお前は懐かしい人や大切な人と会うことになる。これはカードだ。何か書いてある。カードを使って先に進むんだ。そこに真実が眠っている。あ、おい、カードを使って進む？どういうことなんだ？それにあいつの気配どこかで。あ、何が起きたんだ？あ、お前が使ったのは幻を見せるカードだ。使えば幻が現れる。お前が修復したジミニーメモのデータを元に作られた者たちさ。俺がメモを修復？何のことだ？そうだったな。今のお前はあの島を出たばかりの状態だから、冒険の記憶はなくなっている。それでもこれから会う連中のことは覚えているはずだ。なんだそれ。俺にどうしろって言うんだ？好きにすればいい。え？お前は自由に行動していい。その結果、メモの記録にはない出来事が起こるかもしれないが、何の問題もない。どうせこの城で起こることも、会う相手も、みんな幻なんだからな。つまり、勝手にしろってこと？ああ。あ、待てよ！行っちゃった。さすがだな、ソラ。その声は、リク？どうしてここに？これから先に進むために、見せたいものがある。見せたいもの？お前の記憶に存在しない、隠された事実さ。お前に知っておいてほしいんだ。そして、感じてほしい。リクが言うならきっと大事なことなんだな。わかったよ。ありがとう、ソラ。
目を閉じてくれ。これは…リク…カイリも…そうだ、俺は二人を探して旅立った。俺の心は闇に囚われ、カイリは心を失っていた。そしてお前は本来の旅で俺とカイリを救うことになる。俺とカイリに共通していたものは何だったと思う？今見せたものから何かを感じなかったか？共通するもの、痛みさ。心が囚われ、自分が自分でなくなる、自らを失ってしまう痛みだ。なあソラ、お前ならどうする？そんなの決まってるだろ。助けるよ。二人の痛みは俺が何とかする。思った通りの返事だな。そうだ、お前はこの先俺たちを助けることになる。そうなのか。なあ、どうしてこんなものを見せたんだ？何があってもお前は変わらない、それを理解してほしかったんだ。これからお前は様々な真実を知る。大切なことを忘れたり、失ったり、惑わされたりして自分を見失うような痛みに囚われるかもしれない。だけどソラ、お前なら大丈夫だ。どんな痛みだって受け止めて乗り越えて癒すことができる。この先何があっても心に従えばいい。お前の心が感じたままに行動すれば、たくさんの人たちを救える。特別なことじゃない。お前が当たり前にしてきたことをそのままやればいいんだ。わかった。頼むぞソラ。え？あれ？誰もいない。どうだったソラ、データから作られた幻との再会は楽しかったか？幻なんて言うなよ。ちょっと様子が変だったけど、あの3人は俺の友達なんだからな。友達だって？それなら今ここで誰に会ったかを思い出せるか？そんなの当たり前。あれ、まさか。なんでだ、思い出せない。さっき言ったろ、この城で起こることはみんな幻。そして幻との出会いが終わればすぐに忘れて思い出せなくなる。なんだって？別にいいじゃないか。会った相手を思い出せないのはそいつがお前にとってどうでもいい存在だったからじゃないか？ふざけるな。友達のことがどうでもいいわけないだろ。確かにお前の言う通り、何が起きたかも誰と会ったかも忘れちゃってるけど、そのうち必ず思い出せるって。そうか。またカード？それもメモのデータから作ったものだ。使えばさっきのように幻が現れる。でも今度は友達じゃない。島を出たばかりの今のお前がまだ会ったこともない相手だ。いいことを教えてやる。これから出会う相手にはどんなにひどいことをしてもいい。え？現れるのはお前の記憶にない見知らぬ人物。
かもデータから作られた幻だ。幻だから現実に気づくこともない。彼らの目にはこの忘却の城が自分たちの生まれ育った世界のように見えているんだ。真実とは程遠い不完全な幻。現実には存在しない存在、それが彼らだ。まともに相手をする必要はないさ。たとえ相手を悲しませても、その記憶もすぐに消える。心を持たないお前は痛みを感じない。そんなことない。なんだと？これから誰に会うか知らないけど、ひどいことなんてするもんか。もし悲しませたらきっと後悔する。その後で記憶がなくなっても多分後悔の気持ちだけは残って、きっとそれが心が痛むってことなんだ。そんなの嫌だからな。記憶もないのに痛みだけ残るなんて絶対辛いよ。痛みを理解し始めたな。何なんだよあいつ。このカードを使えば記憶にない人に会えるのか。ちょっと不安だけど楽しみだな。あの黒コートのやつは誰と会ったか記憶をなくすって言ってたけど本当か？ダメだ、何も覚えてない。あれ？なんだろうこの感じ。あ、そっか、俺寂しいんだ。寂しいから胸が、心が痛いんだな。もし相手のことを全部忘れてたら寂しい気持ちにはならないよな。ってことはちょっとは記憶があるんだ。記憶が消えても気持ちは残ってる。きっかけがあれば全部思い出せそうだな。よし、行くぞ。さあ、ソラ、誰と会ったか思い出せるか。聞かなくたってわかるだろ。忘れちゃって思い出せないよ。意外と落ち着いてるな。どうでもいい相手だったから忘れても気にならないんだな。その逆だよ。お前の言う通り誰と会ったか記憶がないけど感じてる。思い出せなくて悔しいとか、忘れてしまって寂しいとか、そういう気持ちがあるせいで心が痛むんだ。記憶が消えても気持ちは残る。そんな気持ちが心の痛みになる。この痛みがきっと鍵になる。いつか痛みがきっかけになって全部思い出せるさ。計画通りだな。
記憶を失い、誰と会ったかも思い出せない悲しみ。そんな思いが心の痛みを。けれど心の痛みを捨てなければ、失った記憶がいつか帰ってくる。そう信じているんだな、ソロ。ああ。何がおかしい？お前が簡単に引っかかるからさ。え？最初に言っただろ。ここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所だってな。お前はここで記憶を失い、代わりに痛みを手に入れた。心の痛みが記憶を取り戻す鍵だと思い込んで、痛みを捨てられなくなった。わかるか、ソラ。お前は痛みに取り憑かれたんだ。痛みは決して癒されない。これからどんどん膨れ上がって、お前の心は闇に落ちるぞ。まさか、最初から俺を闇に引き込むつもりで。データから作った幻の人物と合わせて、お前の心に痛みを引き起こす。そういう計画さ。なんだって？今ならまだ逃げられる。え？痛みを捨てれば助かるんだ。思い出せない相手のことなんてどうでもいいと割り切ればいい。そうすればもう寂しさも感じなくなる。お前の心の痛みは消える。ソラ、二つに一つだ。思い出せない記憶にこだわり、痛みにとらわれて、最後には闇へ落ちるか、それとも忘れたことなんて気にしないで楽になるか。お前はどっちを選ぶんだ？待て！どうすればいいんだ？このカードを使えば誰かに会って、そして忘れて、思い出せないから寂しくなって、心が痛くなって、最後には痛みに取りつかれて闇に落ちてしまう。他に出口なんてないよな。カードを使って進むしかない。助かるには痛みを捨てればいいのか。カードの部屋から出たら何が起きたかも誰と会ったかも思い出せなくなる。でも忘れたことを気にして悲しく思うと、そんな痛みにとらわれてしまって、俺の心はいつか闇に落ちる。俺どうしたらいいんだ？ソラ、聞こえるかい？ソラ！その声はミッキーだよな。どこにいるんだ？ごめん、実はまだ君のところへ向かっている途中だから、声を届けるのが精一杯なんだ。そっか。なあミッキー、俺迷ってるんだ。あの黒コートのやつの話だと、思い出せないことにいつまでもこだわってると心の痛みが膨れ上がって危ないらしいんだ。分かったよ。それなら思い出せないことはみんな捨ててしまうかい？誰なんだ？そう、君の記憶に彼らはいない。けれど君が覚えていなくても、彼らにとって君は友達なんだ。そう、
僕たちと空は一緒に冒険したんだ。空には僕たちが分からなくても、僕たちは空のこと大切に思ってるよ。どういうこと？君の心に尋ねてごらん。君は今どう感じている？なんだろう、この感じ。思い出せないのに、会ったこともないはずなのに、あったかくて懐かしい。記憶は消えても気持ちは消えない。君のデータはリセットされても、このジミニーメモの世界で一緒に頑張った友達への思いが心のどこかに残ってるんだと思う。それと同じようにカードの部屋で出会った人たちのこともきっと君の心に残っているよ。心に残ってるのに思い出せないから辛くなって痛みを感じるのかな。ということは、あれ？いけない、ちょっと力を使いすぎたみたいな。ソラ、僕は必ず君のところに行く。それまであと少しだけ頑張って。ミキ、これでまた一人か。寂しくなっちゃったな。あ、こういうのも心の痛みかな。こんな痛みがいつか俺を闇に引き込むのか。もう進むしかないな。残ったカードはあと1枚か。お前は全てのカードを使った。幻と会った感想を聞きたいが、お前は全て忘れてるんだから何も感じていないだろうな。感じてるさ。出会った記憶はなくしても誰かと会ったことは確かなんだ。なのに思い出せないのが寂しい。痛みか。言ったはずだぞ。痛みにこだわっていたら、いつかお前の心は闇に落ちるってな。すべての痛みは消すしかないんだ。そうじゃない。記憶をなくしても、この痛みのおかげで自分が何かを、大切なことを忘れたってことだけは分かってる。だから俺、痛みから逃げたりしないよ。忘れてしまった大事なことをどうにかして思い出すまではね。その前に闇に落ちるぞ。でも痛みを捨てたら大切なことを思い出す手がかりも消えちゃうだろ。だから決めたんだ。たとえ闇に落ちるかもしれなくても、俺の痛みはこのままでいい。なくした記憶をいつか取り戻せたら、きっと痛みは癒される。その時が来るまで抱えていくよ。この痛みだけがなくした記憶をつなぎ止めてくれる絆なんだ。痛みが絆だと？笑わせるな！だったら俺が教えてやる、本当の痛みってやつをな。どうしたソラ、さっさと俺を滅ぼしてみろ。な
のつもりだ。そうか、やっと見破ったか。この俺もデータから生まれた幻だってことに気づいたんだな。俺は幻だから倒す価値はない。最初から存在していなかったんだから、わざわざ消す意味もない。そうなんだろ。違うって。何が幻だよ。お前の攻撃かなり痛かったぞ。本当の痛みってやつ教えられたよ。だけど俺が感じた痛みはそれだけじゃない。自分の体が痛いだけじゃなかったんだ。戦ってる間に伝わってきたんだよ、お前の痛みが。鋭くて激しい痛み。けどなぜか懐かしくてさ、まるで自分のものみたいだった。お前と気持ちがつながって同じ痛みを分け合えた気がしたんだ。そんな風にお前と心がつながるきっかけになるなら痛みを受け止めてみるのもそんなに悪くないな。悪くないか。お前にはかなわないな。ほら、合格だ、ソラ。お前は痛みを理解した。そのカードで真実にたどり着くんだ。どういうことだ？痛みを受け止める覚悟がお前にあるかを確かめる。それが俺の役目だったんだ。その役目も終わった。俺はもう消えるだけだ。どこかへ帰るのか？帰るべき場所はないかもしれない。でも帰りたい場所はあるかな。それって一体。ああ、なんだこの感じ。俺じゃなくて誰かの思い出。帰りたい場所、懐かしくて切ない夕日、最初で最後の。あの夏休みさ、お前の痛み俺が受け止めるよ。ミッキー、やっと君のところに来れたよ。遅くなってごめんね。一緒に真実を確かめるつもりだったのに、君一人ばかり苦労させて。いいっていいって。それよりミッキー、ほら、このカードを使えば真実がわかるらしいんだ。なるほど、彼らの痛みを癒しに戻らなければならないというメッセージの謎も解けるかな。一緒に確かめよう。君は？あ、ミッキーの時と同じだ。知らないはずなのに懐かしい。はじめまして、ソラ。私はナミネ。君は私を知らないけれど、私はソラを知ってるの。
よくわからないけど。ソラ、僕から説明するよ。君はある時、すべての記憶をなくしてしまったんだ。そんな君を助けてくれたのが、ここにいるナミネなんだよ。じゃあ、ナミネは俺の恩人なのか。お礼を言わないとな。そうじゃないの。ソラの記憶をつなぎ直したのは私だけど、その前にソラの記憶をバラバラにしたのも私なの。え？それに地味にメモのデータにバグが生まれたのも私のせい。え？どういうことだい？すべての始まりはソラの心に眠っていた遠い記憶のかけら。これが俺の記憶？違うよ。これはソラの記憶じゃないの。ソラとつながる誰かの記憶。え？俺の中に別人の記憶があるなんて変じゃないか？うん。普通はありえないよね。ソラの記憶を直すときに見つけたんだけど、最初は何かの間違いだって思ったんだ。でもね、調べてみて分かったの。この記憶は確かにソラの心にあるもの。心の底でずっと眠っていて、いつの日かソラが思い出さなければならない大切な記憶。そして危険な記憶。危険？何が危ないんだい？この記憶は強い痛みの塊なの。むやみに手を出せば、ソラの心は痛みに傷つけられて壊れてしまう。だから、痛みに負けない方法をみんなに探してほしくて、メモにメッセージを残したんだ。彼らの痛みを癒しに戻らなければならない。あれは、君からのメッセージだったんだね。私がソラたちの記憶をほどいたときに、メモの文章も消えたよね。あのメモは、みんなの旅の思い出。記憶と深くつながっていたから、その影響を受けてしまったの。でもソラたちの記憶は、バラバラになっただけで、消えたわけじゃなかった。それと同じように、文字は消えても、メモに記録された思い出は残っていたから、データを読み取れたでしょ？だけど、データを分析したら、記憶にも、記録にもないバグに荒らされていたんだ。それは、私がメモのデータに、この記憶を、痛みを書き加えたのが原因。この記憶に宿る痛み、そこから生まれたバグに立ち向かえば、痛みに負けない方法が見つかると思って。そうだったのか。僕たちに痛みのことを調べてほしくて、あのメッセージが現れるようにしたんだね。ごめんなさい。できたら自分で伝えたかったけど、本当の私はもうどこにもいないから。あのさ、俺話についていけないんだけど。わからなくてもいいのよ。君は痛みに立ち向かう方法を見つけたんだから。俺が？痛みというものは消してしまえば癒せるかもしれないけれど、消すことのできない痛みもある。そんな痛みに立ち向かうには、目を背けずに受け止めるしかない。一人では受け止められないほど強い痛みでも、誰かと心でつながって分かち合えば。痛みを絆に変えて、一緒に受け止めればいいんだな。じゃあ試してみるよ。ナミネが見つけたその記憶を調べるんだ。痛みの塊でも受け止めてみせる。
空。待って、受け止めるのは君だけじゃない、僕も一緒だよ。うん、ありがとう。触れてみて。そうすればこの記憶に秘められた誰かの思いが心に流れ込んでくるから。された真実、空の心の奥底に封じ込められていたの。空本人の記憶じゃなくて、空とつながる人たちの記憶。ナミネもいる。それにこの子は知らないはずなのに懐かしくて切ないんだ。これが痛みなのか。みんな空を待ってる。君にしかその痛みを癒すことはできないから。それにリズが、君が眠ってる一年の間、君の中に何かを隠してた。何なのか尋ねたけど、彼は償いだとしか言わなかった。きっと空の中にみんなを救う鍵がある。そして彼らも。彼らは？君なら彼らの痛みを理解できるかもしれない。彼らは鍵、キーブレードの真実につながる存在。そしてその存在は今も空の中でつながっている。俺、会ったことはある気がする。うん、二人とは会ったことがある。もう一人は私には分からなかったけど、とても特別なつながりがあるみたい。うん、今が本当に思い出さなければならない時というのは、もしかして。私にはわからないけど、この先必ず彼らの目覚めが必要な時が来る。そして彼らを助けられるのは空だけ。彼らの絆が鍵になるということだね。わかったよ、ナミネ。僕は今のことを外の世界にいる空に必ず伝えるよ。うん、お願いします。うん、じゃあ。ちょっと待って。え、ナミネはさ、俺が知らない俺との約束守ってくれたんだよな。私が消えても空との約束は消えないから。それにこれは私の償い。私はたくさんの人を傷つけた。今ここにいるナミネはこれからどうなるんだ？私はメッセージを伝えるためだけのデータ。もともとこのデータの中には存在していない。私の記録はこれで消えてしまうけど、メッセージと一緒に旅の中で感じたもの、見たものをもう一人の空に届けてあげて。そうすることでもう一人の私も癒される。空につながるみんなのためにも。わかったよ、ナミネ。うん。
それと、ん？俺も一つだけ、ナミネに伝えたいことがあるんだ。ありがとう。二つの記憶をつなぐ旅はこうして幕を閉じた。ナミネから託されたメッセージ、君の知らない君の冒険を君はどう感じるだろうか。そこで君が感じるものこそもう一人の君の心なんだ。すぐに伝えたかったんだ。君の中に眠っていた思い出、そして未来へとつながる記憶のかけらのことを。ソラ、リク、カイリ、キーブレードをめぐる真実はいくつものつながりを経て君たちの心の中にあったんだ。ソラ、君につながるみんなが君を待っている。彼らの悲しみを癒せるのは君だけなんだ。もしかしたらこれまでの旅はこれから始まる旅の準備だったのかもしれない。これまで偶然だと思っていたことは全てつながっていたんだ。新しい旅立ちの扉はもう開かれようとしている。エジット様、ようやくデンの心の居場所が分かりそうです。そうか、これであとはテラだけか。はい、三人は必ず助けます。次にゼアノートがどう動くかだな。ゼアノート？彼から別れたハートレスを率いたアンセムも、ノーバディを率いたゼムナスも、ソラが倒したはずでは。確かにその二人は消えた。だがその二人が消えたということは本体であるゼアノートの復活を意味する。え？ハートレスに囚われていた心が解放され、ノーバディとなっていた肉体が消滅すれば、二つは再び一つとなる。すなわちマスターゼアノートの帰還だ。ではまた彼が何か行動を始めると？ゼアノートは策をいくつも講じる男よ。でももしまた危機が訪れても、僕とソラ、そしてリクもいます。確かに彼らは強い。だがマスターは王一人だ。もしゼアノートが一人ではなかったとしたら。え？どういう意味ですか？王よ、ソラをここへ呼んでもらえぬか。そしてリクも。一体何を？マスター承認試験を行う。面倒な段取りだったが予定通りってことか。ゼムナスの旦那がここにいないってことは
もう始まってるんだよな。ああ、いやー、ゼアノートのじいさんはやっぱり怖いね。どこまで読んでるのか。実際じいさんの本当の目的もよくわからないしな。あんたも自分自身のことだが理解できてるのか。シルベとして向かうべき運命は決まっている。つまりまだよく分かってないんだろう。キーブレードマスターは代々受け継ぐキーブレードがある。長い歴史の中、弟子が増え継承されるキーブレードもいくつか増えていったが、その中でも最古の一振り、マスターゼアノートが持つキーブレードこそが引き継がれし意志だ。俺はまだそれを手にしてはいない。なるほどな。キーブレード戦争もそこにつながるって話か。まあいい、俺は俺の目的に向かうさ。で、誰を連れて行くんだ。